東洋ローズトレインの運行が始まりました。東洋高速鉄道は、今日1日、2000系による、東洋ローズトレインの運行を開始しました。東洋ローズトレインは、京成バラ園で、1年の中で、最もバラが咲き誇る、トップオブピークのシーズンに合わせて運転される電車です。昨年に続き、今年も運行されることとなりました。今年は、2000系2111編成が使用されています。全車両に、バラのアーチや庭園のポスターが掲出されており、春バラシーズンを盛り上げます。1号車と10号車の車両前面には、バラをモチーフにしたオリジナルヘッドマークも掲出されました。なお、ヘッドマークは昨年と同じデザインです。運行区間は、東洋高速線と東京メトロ東西線の東洋勝田台から中野間となっており、運行期間は今日1日から今月29日までです。東洋ローズトレインの時刻などの運行予定については、東洋高速鉄道のホームページにて発表されています。これで5月1日の KAB ニュースを終わります。